今からお話しすることは史上初の社会主義国家が誕生する物語です。昔々、ここにはニコライ2世という王様が仕切っていたロシア帝国という国がありました。そんなある日、ロシアが南の方へ領土を広げようとしていると、ここにある日本という国と戦いました。日露戦争ではロシアが各地で負け続けたので、ロシアの人々の不満は高まりました。ロシアの中心地ペテルブルクでニコライ2世に抗議していた人たちが撃たれた事件、各地の日曜日事件をきっかけに、人々は各地で反乱を起こしました。日露戦争をやめろ、ニコライ2世をやめろ、焦ったニコライ2世は言いました。これからはルーマ国国間というルーマで話し合いを行える場所を開きます。それから憲法という国のルールを作って権利を行うようにします。括弧第一次ロシア革命、そしてロシア各地に労働者が会議を行える場所、括弧ソビエトが作られるようになりました。日露戦争に負けたロシアは、今度はここにあるバルカン半島で自分の影響力を拡大しようとしました。括弧南下政策、しかしバルカン半島はここにあるオーストリアも自分の影響下に置きたいと思っていました。そこでロシアはここにあるフランスとここにあるイギリスと手を組み、括弧三国協商、オーストリアはここにあるドイツやここにあるイタリアと手を組み、括弧三国同盟、お互いに対立しました。そんなある日、オーストリアの王様になる予定だった人物がセルビア人に殺されました。括弧サラエボ事件、オーストリアはぶち切れます。ここにあるセルビアをやっつけるぞ。セルビアと仲が良かったロシアはオーストリアと戦うことにしました。こうして三国同盟を結んでいた同盟国と三国協商を結んでいた連合国で戦いが起きたのです。括弧第一次世界大戦、ロシア帝国は思います。まるまるぬるくってドイツ風のことまで嫌だから、ペテルブルクはペトログラードっていう名前にするか。第一次世界大戦によって生活が苦しくなった人々がペトログラードでニコライ2世に抗議したことをきっかけに、反乱は各地に広がりました。第一次世界大戦をやめるんだ、ニコライ2世は王様をやめるんだ。今度はニコライ2世は鎮圧することができず、王様をやめました。こうして王様がいなくなったロシア帝国はソビエト共和国になったのです。括弧2月革命、ソビエト共和国は格差のない社会を作るんだ、格好社会主義と主張していたボリシェビキ党など様々な政治グループで臨時政府を作りました。しかし臨時政府は戦争を続けようとしていたので、戦争を続けたくなかったソビエトと対立していました。そんな時にボリシェビキ党も戦争を続けたくなかったので、リーダーのレーニンという人物は言いました。全ての権力をソビエトに、格好始末停止。そんなボリシェビキ党と戦争を続けようとしている臨時政府のリーダー、括弧首相のケレンスキーという人物は対立しました。そこでボリシェビキは暴動を起こし、臨時政府をやっつけてソビエト政権として政治を行うようになりました。括弧10月革命、ソビエト政権のリーダーになったレーニンは言いました。第一次世界大戦をしている国々は他国から賠償金や領土を取ってはいけないんだ。また民族自決といって、各民族は自分たちのことは自分たちで決めれるようにするんだ。括弧平和に関する布告、土地をたくさん持っている人から土地を没収してみんなに分けるんだ。括弧土地に関する布告。それからレーニンは、お金を持ってない者がお金持ちに支配されないためには独裁政治が必要なんだと言って、ボリシェビキが全て決めるようになりました。括弧ボリシェビキの一党独裁体制。そんなソビエト政権は同盟国とブレストリトフスク条約という条約を結んで戦争をやめました。ソビエト共和国はこの辺りの独立を認めるんだ。またボリシェビキは共産党という名前に変え、国の中心地をペトログラードからここにあるモスクワに変えました。レーニンやレーニンと仲の良かったトロツキーという人物はこう思っていました。一国だけの社会主義は長続きしないから、世界各国が社会主義の国になるように指導するんだ、括弧世界革命論。そこでコミンテルンという組織を作って各国で社会主義を目指す政治グループを支援しました。しかしソビエト政権の独裁政治に不満を持った者たちは核軍という軍隊を作り戦いました。また自分の国でも革命が起きることを恐れたイギリスやフランスや日本やここにあるアメリカなどは核軍を援助しました。括弧大蘇干渉戦争、それらに対抗するためソビエト政権は赤軍という軍隊を作って戦ったり、人々から農産物を強制的に取ったりしました。括弧戦時共産主義、この時に農産物を隠した人は地下という警察に逮捕されたのです。人々の不満が高まってた頃、第一次世界大戦が終わると大蘇干渉戦争をしていた国々は帰っていきました。よく考えたら自分の国じゃない戦争に関わりたくねえわ。そして白軍は赤軍に弾圧されました。ソビエト政権は人々の不満を抑えるために戦時共産主義に変えて新経済主義括弧ネックを行い、部分的に資本主義を認めました。格差は生まれるけど一定の税金支払ってくれたら農作物自由に売っていいよ。そんなソビエト共和国は同じ社会主義の国であるここにあるベラルーシ、ウクライナ、ザカフカースを仲間にし、ソビエト社会主義共和国連邦という国になったのです。